1964年の阪神タイガースでは、1964年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、シーズン途中で就任をした1961年を、含めて、藤本定義監督の4年目のシーズンである。前年優勝を逃したチームは、小山正明を放出してまで大前の4番、山内和弘を獲得。投手陣は、 村山実に加えて3年目のジーン・バッキーが、この年からローテに入り、また、保守陣でも山本哲也や福塚克也に代わって、前年入団の辻吉則がレギュラーを獲得するなど、世代交代に成功したチームは1962年同様太陽との、主演争いを終盤まで展開。9月時点では、太陽の優勝が秒読みと言われたが、最終盤で失速。チームは、 平幕日まで9連勝し、9月30日に2年ぶりのリーグ優勝が決定。この年の日本シリーズは、南海との対決となり、第5戦に勝って一度は王手をかけるものの甲子園に、戻った第6戦以降打線が無得点に終わり、最終的には、南海のエース上スタンカの前に打線が封じられ3勝4敗で、敗れ、三内や吉田吉尾などの奮闘も虚しく、 日本一を逃した。この年のシーズン途中、後に先発2番手として1970年代以降のチームを支える古沢健治が16歳で入団し、プロ入りご速初登板を果たして一躍注目を浴びた。ありがとうございます。